よし、じゃあやっていきましょう。 SCP コンテインメントブリッジ。前回ね、なんかカラスの仮面みたいなつけたところね、何回やってもねやられちゃうっていうかね、もう積みセーブしちゃったんで、改めてやり直してます。おー、いた。何ここ。あなんか初めてかもしんない、このさ、レベル1のカードキーが使えるところ。あ、こういうとこあるんだ。ちょっと稲見さん入ってくるとやばいから。おー、すごい、なんかアイテム部屋みたいな感じがする。何これ。ドキュメント682。え、何これ、気持ち悪い。ケトルだ、やばい。これなんだろう。ファーストエイドキット。あ、何、回復できるの知らなかった。何これ、え、何これ、クリップボードだって。え、あ、何これ、あ、ちょっとわかんない。これさ、充電バッテリーなんか必要なのかな。あ、またクリップボード。あ、これ何、え、何これ、ナビゲーター。え、特に何も映らない。バッテリーが必要。あ、もしかして、ちょっと待って。ああ、そういうことか。ああ、ドキュメントを何、10個だけこういう風に保存できるってこと。あー、すげえ。ちょっと待って、これはいらないんじゃない。おう、あ、バッテリーなかったんだ。そういうこと。そのためのバッ、あ、すっげえ、マップ。お、すごい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 。あ、でもちょっと暗くなるね。なんでだろう、ちょっと暗くなるな。そのためのバッテリーなんだ。じゃあこれ持っていこう。あ、なんかいらない。いらないの。あ、ちょっと待って。ここ、空きっぱはやばい。お、なに、今回のマップ、レベル1のカードキーで、結構開くね。あ、こっちの部屋はダメか。いるー。え、なに？あ、でも、ボタンないよ。お、なにこれ？カードキーか？レベル 1？ レベル 2！ 来たー。これが欲しかったんだよ。確か、ゼンマイ仕掛けの、なんだっけ、部屋？ SCP の部屋に入るためにレベル2のカードキーが必要。まあ、もちろん、それ以上の、前回とか持ってたレベル5でもいいんですけど、あれだとちょっとポケットディメンションの世界に行かないといけないから、まずは、じゃあこれいらないか。で、でもこいつどうすんの？あ、なにこれ？あ、これいらないか。いらないよね。こういうの、いろいろあるんだ。え、これどうやって、え、なんで？なんか、スイッチとかある？怖い。うっ！怖い。慣れたぞ。こういうことか。いや、さ、急に来んのきつくない？瞬きしてないのにさ。ここでセーブした方がいいのかな？こっち。いや、行きたいけど、一回ちょっとゼンマイ仕掛けのとこに行きますね。どこだったっけかな？ここだ！すごい近かった。一旦ここでセーブしようか。これね、ここがなんかゼンマイ仕掛けっていうか、なんかアイテムを強化できる部屋らしいです。ってか使えるのかな、そもそも。ちょっとここら辺に。いけたー。おお、すごい機械。何これ。
ファイン、ベリーファイン。なんかインテイク、え？あ、なんかある。で、アウトプット、あー、なるほど、ここに出る。え、でも、え、どうやって入れんの？あ、あれか。あ、俺が入っちゃったいいのかな。これでこのカードキーすらなんかパワーアップするみたいな。整備したから大丈夫だよね。これを何どうすんの、これ。1対1。あー、これちょっとファインぐらいにしとく。でこれ押すの、これを。おーおー、しまった。え、しまって、じゃあこっちに出てくるって感じ。え、でもどうやって出てくるんだろう。なんかちょっと待って、 SCP が出てきたら怖い。あー、怖かった今。なんか稲見さんがさ、開けたらはいみたいな感じで来たら怖い。え、で、あれ、特に何も変わった様子ないけど、レベル3になってる。すげえすげえ、すごいねこれ。え、いいのかなこれ。何回でもできるのかな。ちょっとセーブしとこう。レベル3で、じゃあレベル5までいけるってこと。これ戻すこともできるってことなのかな。こうで戻したってあれだから、ちょっとベリーにしとこうか。うわ怖っ。あ、こういうのもなんかできるのかな。全部やってみよう。これも一気に。やべ、稲見さんがいる。ゴリ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 いってる。でもあそこ、あ、そっか、ここ自体ボタンだから。あ、カードキーがない。まあいいや一旦。これ3つ同時いけんのかな。なんか融合したりしない合成したりしない。大丈夫。あんまり使い続けるとダメとかない。あ、え、なに、青くなってるよ。なにこれ。え、え、なにこれ。マスターカード、なにこれ。え、これ、ちょ待って、これビザのマスターカードじゃない。ほら、ビザじゃないの。え、そんなやつだったっけ。まあいいや、取ってみよう。あ、なんかアンロックしたね。これは、ナビゲーターウルティメイト。おお、あ、行ってないマップも全部表示されてる。でも電池表示がないからバッテリーすらもしかして。これ使えるようになったってこと？あれ？これダメじゃないの？失敗？なんか失敗するっていうコメントもあったんですよ。だからもしかしてこれ戻せるのかな。ちょっとここら辺で、これちょっと気持ちいい。ゴチョンなんか閉まんないとダメだよね、そもそもね。てかあれ、ビザのマスターカードじゃないの。すげえ、この機械すげえ。さあ、できた。なくなってるじゃん。ダメじゃん、これダメなやつじゃない。ちょっと労働し直します一旦。トランプになってる。これはなんだ、310になってるね。310になってるね。特に、あ、電池表示があるから前のよりはマップが見れるようになったけど電池はなくなるよみたいな感じなのかな。やっぱウルティメイトの方がいいね。これは、これは関係なさそう。なんで V
プレイングカードって何もできないじゃんこれ。またやり直し。とりあえずレベル3で行ってみますね。行けるところまで。いいね。お、なんだ SCP-012 ユークリッド。大丈夫？地下ある。地下は初めてだ。うわ、地があるね。いや、あのエレベーターの地下はあれだけど、こういう階段の地下は初めてだね。また何？ドアとなんかのボタン？バトン？なになに？え、なになに？勝手に動いてる。勝手に動いてるよ。勝手に動いてるって、やばいやばい。え、なんで？ほらほら、今キーボードから手離してるんだけど、なんで？え？まあいいや、このまま行ってみよう。え、誰誰誰誰誰誰？え、誰？やべ、やばい。いや、なんで勝手にこっちに吸い寄せられてる。いや、特に何も起きないよ。うわ、怖い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 。え、なんて書いてんだ。あ、あ、楽譜が出来上がっていく。今気づいた。どん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 書き込まれていく。もうちょいだ、もうちょいだ、頑張って頑張って。多分ダメなんだろうけど。うわ、怖っ。なんか一瞬世紀末みたいな。デーモン閣下みたいな。あ、はい、死にました。お、何これ。なんか今回のマップすごい当たりなんだけど、レベル2のさカードは手に入るわ。新しい、見たこともない。 SCP はいるわ。で、唯一一番俺が苦手とするオールドファッションさんが出てこないっていうのがいいね。178ユークリッド。え、何これ、何これ、メガネみたいなの。あ、うわ、来てる来てるけど行ってみようか。てか開くかな、そもそも。開く。なんか面白いんだけど、これだけ飾られてるっていうのがいないよね。多分触ったらダメなんだろうけど、行きます。あ。え？SCP を手に入れたよ。え、怖い。身につけたら怖いよ。なに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 ？これなんか意味あんのかな。え、今見たけどこれさ 3D メガネじゃない、これ。普通に稲見さんがいる。うわ、暗くてわかんねえ。これずっとかけたらなんか意味あんのかな。いや、怖いな。もう特に何も起きなさそうだね。なんかよちよちになってるわけでもないし。これどなたかね、情報知ってる方いたらコメントください。お、そういえばここ行ってないな。お、あー、何、また SCP の部屋。860。ここは開かない。あれ、どっか来たっけ。あ、10250。どっちから見に行こう。とりあえずこっち860。
ああ、また触ったらやばい系か。いや、そもそも開けたらやばい系だったかな。まあ、いや、行こう。え、なにこれ？なにこれ？あ、見えない。鍵？え、なにこれ？青いね。またなんか、アンロックされちゃった。どっか開く鍵になるかもしんない、これは。これは持っていこうかな。ね。ただ、大丈夫。体調悪くなったりしてない？ここは？え、これ何これ？本？なんて書いてる？ザ・エン、ああ、わかんない。なんとかプレス。これも SCP なんだ。あ、これ読んだらやばいとかってやつじゃないよね。これもちょっと後で。特にでも今のところ体調が悪くなってる感じはしないね。大丈夫かな。これもあるしね。じゃあ次こっち。あ、こっちも SCP だわ。あ、でも一部屋しかないな。714、なんだろう。お、あ、なに、あ、どうしよう。これを置くってできんの？置ける、 SCP を。あ、これなんて書いてんだろう。これもちょっと、これはこうできるか。あ、この指輪、ローディング画面で見たことあるよ。これこそやばいんじゃないの？やべ、来てる。ゴリゴリ来てる。あ、手に入れる分には大丈夫と。はめると、特に何も起きないぞ。いや、違うな。あ、ダメだ。見て。走りのゲージが2しかない。ダメだ、これ。いや、これはまずいね。で、これ多分 いらないでしょ。指輪だもん。あ、置くと、こうなる。へえ。なるほどね。じゃあ、いいのかな。このまま置いとこっか。散らかしとこ。本はいらないよね。多分鍵はどっか開くかもしんないから持っていこう。あ、そうだ。あ、大丈夫だね。稲見さんいないね。うわ、ある。何、今回階段下とかなんか上がれない。おお、何ここ。びっくりした。あ、なんか、えっ、すげえ。コントロール、ない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 。誰誰誰誰誰誰誰、ここやばいんじゃない？あ、いる、あのカラスの野郎だ。なんかチラッと調べたらなんとか医師っていう、来てるじゃん。なんで来てんの？あ、バレてない？バレるバレないとかそういうこと？あそこにオンオフのなんかある。ここ意外と核心に迫るとこだったりして。バレてる。え、ここないよ。え、なんでこれ壊れてんの。ここ監視カメラじゃん。オフにしたけど
絶対バレてるよね。てか、おお、びっくりした。怖い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 。うわ、すげえカクカク。ダメだ。とりあえず逃げます。あ、こっち。うわあ、ごめんなさい。ほらほらほら、どっか行ってくんないかな。ダメだダメだ帰ります。何これ。あ、怖い。いや、 SCP、 ちょっと待って、今 SCP はきつい。あ、こっちダメだ。今どこにいるんだ。049ってあれか、なんとか医師ってやつか。ちょっとだけ見ようかな、これ。え、何これ。え、何？これはちょっと触んないどこ。今それどころじゃないからね。やっぱ触ってみようかな。これなんだ？ああ、何？ガスマスクみたいな。え、だって持ってるもんな。あ、そうか。SCP だった。え、これ被るっていうことなのかな。まあいいや、やってみよう。え？あ、なに？そういうやつ？うわ、なにこれ。あ、すごい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 。あ、なんかいるね。あ、あれ？めっちゃいるめっちゃいる。あ、やばいやばい。もしかして来てる？やばい。お、なに？あ、空？あ、なんか、あっちすっげーでっけーの。あー、どっち行けばいいんだろう。あー、やばい、めっちゃいる。けど、襲ってくる感じじゃないね。でも、絶対近づくとやばそう。こういうのをかいくぐってどっか行くってやつかな。あ、なんかすごいね。近づいてみたらどうなんだろうね。え、なんか頭抱えてるよ。なんかあの恥ずかしがり屋さんみたいな。特に見ても大丈夫そうだな。あ、やばい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 。バレたー。あ、やばい。あ、やばい。みんな来てる。あ、全員来てる。やばい。近づいちゃダメだったんだ。あ、やめて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 。あ、ちょっと待って。これ外したらどうなんだ。外せんのかな。あ、外せたー。はい、というわけでね、今回会はこれで終わりたいと思います。なんか今回はもういろ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 なね SCP に出会えたんですけど、どうまだまだね、なんか攻略できそうにないんで、とりあえずはね一旦ここで終わって、またね皆さんのねコメントとか見ながら、もう次回からね、次週からまあ、本格的にそのクリアを目指してね攻略していこうと思います。オールドマンとかね、他の SCP の
こととか分かってきたんで、まあ、次回からはね、まあ、クリアを目指していけたらいいなと思うんで、いろいろコメントお願いいたします。では。